すことはないと言われ続けてきた。あまりにもね、次元の低い質問に答えたくないね。だったら、お店が出なきゃ。まあ、プロスラーじゃないからね。お届けで人がついてくるような舞台じゃないんで。俺別に恨まれることをしたのかもしれない、もしかしたら。もうやるって決まったところで情がないですよ。華やかなる舞台で吉田を締め落とし、ハッスルと叫び、腰を振る。それが、小川直也という生き様の勝利。真剣勝負の舞台で小川を蹴り、殴って、リングに沈める。それが吉田秀彦という生き様の勝利。巡り合ってはいけなかった。11年の年月を経て、二人が流れ着いたのは小さな島、この世の果て。彼とは生き様が違うから。昔と今は違うから。彼とは信念が違うから。勝負の世界でしか生きられないから。この男に敗れた時、自分が選んだ道が嘘になる。この男に敗れた時、自分が信じた道が嘘になる。本当に俺の気持ちの弱いところを 前に出してくれるってことで、本当に涙が出てきそうになっちゃうんで、道を信じる。この世の果てで生き様を試す。